診療日が月木なんですけど、それ以外1年先の予定も今入っている状態、うん、サイトの方と、あとこちらの事務局の方に直接お電話していただいて、多くはその学校、小学校や中学校、高校などの関係が多いですね、うん、ステージももう何年もやっていて、シリーズが1から今6までありまして、で震災後はその震災編ということで、この地で地震が被災した経験と、うん、あの映像と画像で含めてその語りを聞いて、やはりその被災地ではない方々があのご覧になって、被災地のことをこの映像と語りで知れるっていうことで、よりこう近くに感じられるっていう声をいただいたりとか、あと本当新聞やこうテレビで報道されない部分も実際の被災地の方からの話ということで、知らない部分が多く知れるということで、あの見てよかった感動というか、あのそういった活動も分かっていただいてよかったという話は聞きますね。ミチナの方はあの長年継続的に定期的に通って、ガザ紛争の心の傷を負った子どもたちを対象に心のケアのワークショップを行ってまして、でパレスチナとは別に東ティモールも継続であの母子保健の事業であの継続的に活動してまして、そういった活動や映像も含めて そのステージの中では、そういった内容も組んで現状をお伝えしているというか、大きな国際理解講座ということで、まあ、桑山自身の経験と映像と語りで、はい、伝えていくステージです。でこの地を選んだ理由というのは、東ティモールやパレスチナ、それには半年に1回、年間4回以上、まあ、本当に今年に関しても2ヶ月か1ヶ月には一遍どこかに海外に飛び立っております。それと同時に200回から250回 の地球の政治講演のために全国を飛び回るわけですから、やはりこの地で正解だったなとは本人も思ってるんではないでしょうかね。